左翼記者、社長が書けと命令する桜を見る会で。有敢富士が桜を見る会について、左派メディアの一線記者に取材をしたところ、現場では本当は大した話ではない。他にも国政、外交の重要課題があるとわかっている。森かけ問題よりスケールははるかに小さい。でも、社長クラスから かけと命令があってやるしかない。安倍首相の国会答弁が安定しないので、野球の試合で相手投手に球を投げさせ、疲れさせるように連日かけて。安倍内閣を精神的な疲労に追い込むということだ。人数が5倍、10倍に膨らんだわけではない。公費私物化というが与野党とも 同じ穴の無事穴,無地穴だと分かっている。臨時国会も残り3週間。安倍首相が表で話す機会もわずかだ。来週には野党の勢いも、うちの扱いも絞むのではないかとなっておりまして。こちら、結局のところ、この桜を見る会については、政府が昭和52年から、 開催している行事でありその中で長年のルール慣例に従って政府が行事を続けていた事実がありそれは民主党政権でも全く変わっておらず今回の安倍政権での桜を見る会と同じように 客が招待されていたことが確認されております。この桜を見る会について問題だというのであればマスコミの皆様にはそういった民主党政権なども含めて桜を見る会において何が問題なのか政府が5000万円の税金を使っても経済効果が8億円あって単純計算で 8000万円以上の税金が政府に戻ってくる、こういった試算もございますので、マスコミの皆様、この桜を見る会について、今後も報道するのであれば、ぜひとも、印象操作、世論操作ではなく、しっかりと真実、 事実に基づいた客観的な報道を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。